ッコニッコチャンネル。皆さんこんばんは、サワディーカー。はい、今日はですね、久しぶりに千葉に戻ってきたということで、私の母校でもある2年8組千葉校のカフェにやってきました。私たちはね、もともと2年8組千葉校のカフェのアイドルとして最初はデビューしたので、すごく懐かしい気持ちです。すごい、見てください、サイドリの PV が流れてます。嬉しい。こうやってね、まあ卒業とはいかないんですけどね、結構お休みしてる間でもこうやって私たちのことを覚えててくれて、こうやって流してくれてるのは、なんか母校に帰ってきたという感じがしますね。あったかい気持ちになりました。あ、すごい、サイドリとかもあります。へー、いいね。なんか結構いろんな人とかが、キャストの子とかがね、乗ってて、めちゃくちゃいい感じですね。なんか私がいた時のお店とはかなりいろんなところが違ってるんじゃないかなってちょっと思います。いろんなね、子も増えたし、私は一番最初、本当に一番最初できたばっかりの時のカフェのスタッフだったんですけれども、今の子たちはね、今の子たちですごく頑張ってくれてるので、見に行くのがとっても楽しみです。おはようございます。久しぶり。すごいすごいすごい、すごいすごい、なんか目だかがいる、こんにちは。これメダカ？こんにちは。めっちゃ可愛いで、あ、BGM サイドに流れてます。ありがとうございます。可愛い、こんにちは。メニューとかもめっちゃ可愛いです。じゃん。母校です。ただいま。このあったかさがいいですね。すごい、順位とかもめっちゃ大きくなってますね。すごいね、ちょっと見ていこうか。すごい、なんかランキングですね、これ。月間テスト、すごい。私はいませんけど昔はね、いっぱいあって、なんかランキングにも入ってたんですよあと、サイドリがオフィシャルサポーターしてる水園です。あ、なんかホームにね、帰ってきたという感じがとてもしております。嬉しいね。千葉までありがとう。よかった、料理ね。今日は本当久しぶりだから。会えたね。久々だね。ショールームでは毎日会ってたけどね。ニコニコ笑顔になる甘い甘い血が吸ったねよ。
箱に投稿だったので、カフェの裏から配信しています。夜勤大変だね。止まってくれない。